3分で学ぶ昭和ジギング、ただ巻きアクション編、まずはメタルジグをキャストします。で、まずあらかじめ弾くレンジを決めておきます。最初は、表層、まずはその表層にいる活性の高い魚をに狙ってただ巻きするんですけど、でずっと表層を巻いてきて水面から出そうになったらまたちょっと落としてあげて、でまた巻き始めると。でずっとこう表層を巻いてきて、反応がなければ次は中層で、さっきは表層なんで着水してすぐ巻き始めたんですけど、次は中層なんで結構落とします。だいたいまあここの水深だと7秒ぐらい落としますね。で、自分のその思ってるレンジにたどり着いたらまたすぐ巻き始めると。と一応こんな感じでレンジをこう小刻みにどこに魚がいるかを探るためにただ巻きしていきますね。はい、続きまして、ただ巻きのアクションについて、ご紹介したいと思います。そのただ巻きのスピードですね。スピードは、自分が思ってるより若干早めの方がいいです。まあ、一応見ていただいて分かるんですけど、こんな感じで結構早く感じるかと思うんですけど、青物とかって結構そのスピードに対してすごい反応することがあるんですよね。なんでその遅く巻きすぎると青物に見切られてしまうと。なのでまあ大体そうですね、1秒間に 2,3 回転ぐらいを目安に巻いてもらったら、いい感じに誘えるかなと思います。で、ただ巻き時の非常に重要なポイントなんですけど、まずはこういう風に普通に巻きます。で、僕がよくやってるたまにストップを入れる、このストップ&ゴーですね。そのただこうやってずっと一緒のスピードで巻くんじゃなくてピタッと止めてあげたりとか、あとはそのスピードの強弱ですね。ガーッと思いっきり速く巻いて、でいきなりちょっと遅く巻くと、まあ、これもワンピッチジャークと同じでその変化を、持たせてあげた方が青物の反応が得やすいかなと思います。で、まあ、ただ巻きする時のロッドの角度なんですけど、まあ、普通にこういうふうにまっすぐするよりかは若干こう下に角度をつけてあげたりとか、あとはこう横にして、巻いてあげた方が魚が当たった時にしっかりこうグッとすぐ合わせやすいんで、っていうのでただ巻きしてみてください。で、サワラであったりとかサゴシを狙う時っていうのは、まあ、レンジは中層からだいたい上、中層から表層なんですけど、この巻きのスピードめちゃめちゃ速くしても全然食ってきます。もう超高速巻きですね。まあ、こういう風にガーッとサワラサゴシを狙う際のただ巻きのスピードは基本速い方がいいです。はい、ライトショアジギングの時のただ巻きをする時っていうのは、ただ巻き専用のメタルジグの方が好ましいですね。やっぱりこういったブレードとかついてますし、その巻いた時にしっかり魚がアピールできるギミックをいっぱいつけてますので、まあ普通のジグでもただ巻きもちろんいいんですけど、やっぱり専用の方が僕はおすすめですね。